ボルボ、デザイン your life。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は F ブラッドの藤井文也さん、藤井直之さんを迎えしています。はい、どうも。はい、はい、さて、まあ、文也さんからね伺えば、まあ、山登ったり、山、そうですね、好きですね、やってらっしゃいますよね、はい、ずっとね。最近行けてませんけれど、あとは何を普段は、まあ最近は油絵を描いておりますね。油絵、油絵、まあ CG で結構ね、やってて、古典とかやってました。とうと筆になっちゃいました。とうと筆になっちゃって、しかも油絵に、油難しいんじゃないですか。油絵はね、乾かないですね。そうですね。CG と全くそこ違いますからね。最初から乾いてますからね。最初から乾いてます。アクリルもやったんですけど、なんか早く乾きすぎてちょっと向かなくて。それやっぱ重ねていくのがいい。そうですね、油絵時間を使ってっていう。そうですね、絵の今テーマみたいなのあるんですか。ほとんどは、まあ、いわゆるラフばかりを描きますね。ヌードですね。そうですか、ね、それはなんで。なんでですね、なんかあのラインが好きなんでしょうね。男性も変えたことあるんですけど、うん、つまんないっていうね、はい、なるほど、うん、男性のラゾーも描いて書いたことはあるんですけど、うん、そうミケランジェロほどやっぱ楽しくは描けないですね。ごめんなさい、絵のサイズ的に言うとどれぐらいの大きさで描いてるんですか。いや、もうあの普通に世界堂で売ってるサイズぐらいの大きい、描きやすい、うんうん、大きいサイズ。そう、僕クリムトの墓参りとか行ったことありますよ。あ、そうですか。飛びますね話。そうですね、一応アーティストつながりとか、ね、そうですね、だからまあ結構ラフのだから西洋画っていうか、うん、絵画がなんかポップアートばっかりやってたんですよ。あ、そうですよね、うん、あのイメージ的にはそうです、わかります。でもだんだんなんか絵画が好きになっちゃって。それ当たり前ですけど、モデルさんがいないと描けないですよね。それはもうあの適当な雑誌だとか、はい、あのインターネットとか、はい、そういったもので、イメージを膨らませて、モデルがいると間違いが起きると大変なことになる。いや、もちろんです。それはもちろんですけど、大体起きないんですけど、起きないこと前提に話してほしかったんですけど、まあ服着てだった話をね、脱いでくださいって言わなきゃいけないんで、ね、なるほど。そういう意味で展覧会とかの目論見は、そうですね、いずれたまったらやろうかなと思ってますね、うん、楽しみですね。買いたい、ラフ買いたい、ラフですよ、ラフ。そうそう、ね、書いてもらったらお願いしたいですね。あれ、それはやっぱスタイル悪くてもいいんですか。いや、あまり完璧なものは逆に面白くない。あ、本当ですか、ね、あ、じゃあもう持ってこいです。どんなアピールですか。アピールしたね今ね、はい、さあ、じゃあ直之さんにもちょっと趣味、はい、楽しみの話を伺いたいんですが、うん、日々何が今楽しいでしょうか。今はそう、まあいろいろあるんですけれども、ちょっと娘とね、結構泳げるようになったんで、一緒に泳ぐのが非常に最近楽しみです。一緒に泳ぐっていうのは、はい、割と本格的なやつですか。本格的にもう泳げるようになっちゃったんですけれども、うん、まあでも水遊びですね、結局ね。潜水したりとか、なんかこう、なんかやっとその恐怖感がね、なくなってきたんで。直之さんはもともと泳げた。全然泳げます。はい、そういうスイミングトレーニング的なこともやってたりしたんです。そういうんじゃなくて、うん、まあ全然そういうことないんですけど、うん、まあ普通にね、全然そのバタフライはできませんけど、はい、あとはできる、まあ、クロールとかね、平泳ぎは、まあ、そうなんだ、楽しそうだな。それプールだけじゃなくて海も行くんですか。海も行きますね。いいですね、だからね、これからの季節ね。もうなんか今とにかくすっごい好きなちょっと年頃なんですよ、水が。もう永遠に入ってられるみたいなね。永遠に入ってる。うちの子もちっちゃいですよ。手がもうふやけちゃってしまうっていう。上がりたくないっていうね。そうなんですよ。行くべきに上がれっていう。いやー、今日本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日は F ブラッドの藤井文也さん、藤井直之さんをお迎えしました。ボルボデザインヨーライフ。This program was brought to you by ボルボカージャパン。